ゃあ、そっと下ろしてください。体重どうなりましたかね。あ、ありがとうございます。ちょっと減りすぎじゃない55 55 1週間でしょ。1週間ですね。別に食事制限はしてないですよね。そんなしてないですね。1週間に落ちていい量はね 2% ですよ。それこれ言い忘れだけど、だから 1.2g 5g も落ちてるから、いつもと同じぐらいで しっかり食べてます。あの、はい、時間を絞って短くしてます。あ、そうです、はい。あの、何時間かな、この男の子が8時間、食事時間だ、朝仕事行く前にやってちょっとあげて、ええ、帰ってきてからあげるぐらい。なるほど、向かい分けで、まあ、ない時間が、お水だけの時間が16時間ぐらいあるわけですかね。いいですね。そうそう、手から食べるんでしょう。手からは食べない、ちょっとだけ。あっと、この子噛むんだね噛まないで、なるほどね。赤みは落ちてきたかもしれない。もう大丈夫なんでしょうか。はい、電話でしょ。よし。動きすぎ。はい。めっちゃ動く。ごめんね、あなた。はい。はい、うん。コンディショナーとティーツリーを持ってらっしゃるんですよね。コンディショナー。あの、スプレーですよ。スプレー。あります。やってます。毎日。全体につけながらちょっと、よいしょ、ちょっとまだなかなかつけるの大変だね、この大変です大変です。髪をなっちってお腹見ようとすると、本当だから、その時にさ、なんか食べ物ちょっとやって前後にね、OK、まだちょっとだいぶ良くなってると思いますから、飲み薬なしで外用薬だけでいきましょう。それちょうだい。60の1分で、60の1分で、やらしてくれるかな、はい、よし、やらして、ね、噛まないで、あー、ちょっとこれ動かさないで、今のやってた、ごめんね、ちょっとこれでやれる、目が出ちゃう、落ち着いた、ちょっと待って。難しいな、ちょっと言うぞ、しっかり食べてますね。あの、この子ってさ、あれはひまわりとかあげてます？ひまわりあげてます。あげれなくて60になっちゃったの？最初の方は多分食べとったっすけど知らない間に多分家族が餌付けしとって太ってた。餌付けって何をやってたの？多分ひまわりとか。あ、そういうのあげてたのね。あの、ドライフルーツとか。あ、ドライフルーツ太るね。あれ炭水化物多いんですよ、結構ね、ドライフルーツ。はい、ちょっと治療したんだけど。あ、でブロッコリーも食べさせてるわけね。いいですね。27で今日病院に測ったら55g ありましたね。そう、あのダイエットはね 2% がいいですね。1週間、あの体重落ちるの 1g、2g ぐらいがいいですね。あんまり急激に落ちちゃうと体調が崩れることもあるから。それからこの子の年齢が1年半ぐらい。1年半、あ、そっか、1年と、まあ、推定で5ヶ月か。あとね、もう一個、この間さ、食事にさ、良質のタンパク質を入れるって話しましたっけ？はい、あ、しましたっけ。だから、あの、あげてる？椎茸あげたんです。椎茸ね、食べなかった
ささみ食べる日、まあ、鶏肉でもいいんだけど、その脂の皮のないとこね、それからあと、ゆで卵食べません。ゆで卵食べたらもし白身の卵、それからあとはお豆腐、まあ、やってもこれ 1g ぐらいね、うん、もしこれを食べる日があったら 1g さ、有質のタンパク質をもう深夜になってきちゃうから、あの筋肉を捨てちゃうとこもあるので、これは揚げてもいいかなと、まあ、食べるかどうか分かりませんけど、ね、うん、一回この辺も試してみてください。で、まあ、うんちもしっかり入れてますね、これ60近く、50から70ぐらい出てるんだよね。この日はちょっと、前日のはちょっと残っとくな。じゃあ、よくはなってきてるから、はい、2週間ぐらい先にこれ見せてもらえますか、のご都合のいい日でね。で、うん、ちょっと嫌がるかもしれないけど、ちょっとご褒美あげながらさ、1日1回、2回つけた方がいいよね。ちょっとベタベタにつけすぎちゃってごめんなさい。じゃあケースお願いします。はい、帰るよ。白くて可愛くてじゃあ受付でね、この用紙もう1枚出しておきます、はい、もしよかったらコピーしてください。はい、その方が助かります。はい、お願いしていただいてください。洗顔してコンディショナーとティーツリーオイルをつけて、光線照射 0.2。 はい、すみません、処置とあの